ドミトリー・グスターボビチホン・フェリケルザムは、ロシア帝国の海軍軍人。バルチック艦隊の副司令官だったが、日本海海戦の直前に、艦上で病死した。フェリケルザムが、司令官として上官した戦艦、オスラービアドイツ系。1867年に、海事学校を主席で卒業。同年4月士官候補生となった。1869年、順位。 1872年、少尉に任官。1884年から1887年、フリゲート、ブラジーミルモノマーフ乗組員。1885年に、中佐。1893年に大佐に昇進。1895年から1899年、戦艦、インペラートルニコライ一世艦長。同時に1899年まで、 艦隊教育部長。1899年12月、少々に昇進。1900年、サンクトペテルブルクで、官砲委員会委員長。1902年、バルト海艦隊法術教育部長。1904年の日露戦争の勃発後、旅順港で日本軍に包囲された第一太平洋艦隊の増援としてヨーロッパから、 太平洋に開港されるジノビー・ロジェストベンスキーを司令官とする第二太平洋艦隊が編成され、フェルケルザムはその第二戦艦隊司令官に任命され、第二戦艦隊機関、オスラーベアに上艦した。1904年10月にバルト海を出港した艦隊は、アフリカ大陸を就航する隊とスウェズ運河を通過する隊に分かれてインド洋に入ったが、フェルケルザムは アフリカ大陸を就航するオスラービアを一旦振り、スウェズ運河を通過する隊の指揮した。1905年4月に入るとフェリケルザムの健康状態が悪化。艦隊が南シナ海に入ると、ますます悪化した。目的地の日本海を目前にした同年5月24日、フェリケルザムは帰還オスラービアで病死した。事前に定められた信号機による暗号で、 ロジェストベンスキーは、フェリケルザムの死を知らされた。艦隊の指揮に関わるとしてその死は否得され、同僚の第三太平洋艦隊司令官、ニコライネ・ボガト夫妻もフェルケルザムの死を知らされなかった。バルチック艦隊は死んだフェリケルザムの召喚機を掲げた、まま3日後の日本海海戦に臨み、彼の遺体を乗せた、オスラーベアは、日本の連合艦隊の集中砲火を浴びて、 オスラビアは、フェリケルザムの遺体を乗せたまま、ロシア艦隊で最初に沈没した。乗員800名のうち515名が戦死した。ありがとうございます。